はい、占い好き必見マニアック占い話。おお、私の大好きなコーナーですね。はい。はい、今日は何でしょう、テーマ。もう説明も面倒くさいからしないというね、まあ、マニアックな占いの話をします。はい。ですね、今日はですね、まずテーマ、はい、はい、読めますか。鳥うさぎ。鳥うさぎについて。惜しい。こっちはうさぎです。はい、これは鳥ではありません。はい、はい、間違い探し。これ線がないですね。そうですね、これカラスという字ですね。カラス、でカラスは音読みでウとウっていう、うっていうふうに読みます、はい、でウサギはトと読みます、はい、ですからこれでウトと呼ぶんですね。ウト、うん、ウトっていうのはあのカラスってね、例えば日本の神話でもさ、神武天皇ってあの日本の国建国の神武天皇って、東にこう行くときにさ、攻めていくときにあの道案内をしてくれたのが三本足のカラスがこう飛んで道案内してくれたって神話があるんですよ。でそれが金のカラスって書いて金ウって言うんですよ。ゴールドクローとやつがいるわけで金ウ。でそれに対してウサギは宝石のようなウサギっていう、で宝石を玉って書くわけですけど玉兎って言うんですよ。金ウと玉兎っていうふうに言われていて、であの月はほらウサギが住んでるみたいな神話あるじゃないですか、はいはいはい、だからね実は金ウっていうのは太陽の象徴であって、でウサギっていうのは月の象徴なんです。だからウトって言ってますけど、これ実は太陽と月って言ってるわけなんですね。で、名前はまずそういう意味なんですが、これ結局何なのっていうとですね、ものすごい簡単に言ってしまうと日取り選びのお話だと思ってください。日取り選び、うん、例えばその普通こう手帳なんかにカレンダーなんかによく大安とか仏滅とか書いてあるじゃないですか、はい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 、今日はいい日だとか悪い日だとか、ああいう感じのね、誰でも共通で今日はいい日だよとか悪い日だよっていうその日取り選びっていう方法があるわけなんですよ、うんうん、で大安仏滅もそのうちの一つだってことなんですけども、あの実際中国なんかであの占いとしてあの信頼度の高いものとしてこの宇都託日っていうのがありまして、宇都を使って日を選ぶということで宇都託日っていうふうに言うんですけれども、でまあ今日はちょっとそれについて話をしたいなということなんですね。宇都託日、はい、宇都託日で、あのこの宇都託日っていうのは、まあ、今言ったようにあの個人には関係なく今日のは誰にとっても良い日だよとか今日、スタートすると良くない日だよっていう、まあ、日取り選びだと思ってもらうといいわけなんですね、はい、で、私このようにあの、なんだっけ創成帳という暦作ってるんですよね、でこれ出してるんですけれども、この間ねちょっとあのなんか11月の下旬ぐらいのところから一月ぐらい、このウトってやつ公開してるんですけども、なんか11月下旬から全部1日ずれてんじゃねえのみたいなこうなんというかクレームというか質問というか来たわけなんですよ。ああ、お問い合わせが、うん、で、なぜずれてると思うのかっていうと、その小読み以外に普通に市販されてる小読みでもやっぱりウトを載せてる小読みがあったり、あるいはその台湾とかで出てる小読みを調べてみたらば、それはみんな同じだったと。でお前のだけ違うじゃないかって来たわけなんですよ。お前間違ってんだろみたいな話になったんで、はいはい、でやばいやばい間違えちゃったかなと思ってこうやって見たらば、そうじゃないよということでですね、これ結構大事なポイントだったので今日話をしたいなというふうに思ったわけなんですよ、はいはいはい、でね、この宇都っていうのはまあ、さっき太陽と月だというふうに言いました。でただネーミングとして太陽と月だということではなくって、本当に太陽と月の動きを元にしてその日取りを出してるんですね、で太陽と月って、こう早く動くやつと遅く動くやつあるわけだけども、たまにビタッとこう合致するは同じ場所に来るわけですよ、でそれが新月って言われてるやつなんですね。太陽と月がこう重なるから月が全くこう光をなくして真っ暗になる日があります、で新月って新しい月っていう通り、その日を旧暦の1日にするっていうふうにまあ決めてたりするわけなんです、で要は、ちょっと整理すると、旧暦の1日というやつは実際の天体の太陽と月が合致する号という時にで決まりますと。でこれは、地球の外で起こってる話ですから、全世界一斉にこの瞬間太陽と月が重なったぞっていう瞬間があるわけです、でもそれが何日に属するかっていうのは、実は日付変更線とかその時差の関係で、こっちの方の国では昨日それが起きたと、でもこっちの方の国ではそれは今日起きたっていうふうにギリギリずれて
2日のうちにまたがっちゃう場合があるんですよ。なるほどなるほど。ものすごい珍しいことなんだけど、うん、で実は11月下旬にそれだったんですね、うん、で、おそらくその、質問してきた方は台湾の暦とかを見ているので、うん、台湾は中元標準時っていう中国の標準時に合わせて使っていて、うん、それで見ると、1日前に新月になったってことになっている。だけど私はこれは日本用に作ったわけだから、うん、日本の暦で見て新月が起こったのは実は1日ずれてるんですね。それによって、起きた現象であるということになりますと。ほう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 。だから、まあ他のなんか暦を見たっていうふうに言ってるんですけど、その暦って多分ですね日本用ってことを考えないで台湾とか香港とかで出てるやつをそのままコピーして出版しちゃったんじゃないかなというふうに思います。であくまでも日本標準時で考えると、こちらに載ってる方が正しいよっていうことになるよと。間違先生は間違ってない、間違ってないぞというね、ここで、自己主張しておきます。声を大にして声を大にして言いたいです。言いたいですね。まあでちょっとこの話長くなりすぎましたのでまたちょっと明日、さらに続きたいと思います。はい、はい、すいません、とりあえず1日目ここで切りたいと思います。はい、はい、明日続きを。はい、以上です。